韓国ドラマ DBN 歴代の高視聴率作品5000。人気の韓国ドラマはたくさんあり、ジャンルも様々です。人それぞれ好きなドラマはあると思いますが、視聴率がいいと聞くと気になって見てみたくなったりもしますよね。今回は DBN 歴代高視聴率の作品を5つ紹介していきたいと思います。 DBN 歴代の高視聴率ドラマを5つ紹介。では早速 DBN 高視聴率ドラマをあらすじとともに5作品ご紹介していきます。チョルインワイフ。まずはじめにご紹介するのはチョルインワイフです。大統領官邸のシェフとして働くチャン・ボンファンはいつも自信満々で、女性の扱いにも慣れているプレイボーイ。ある日、同僚の罠にはまりクビになってしまいます。また身に覚えのない罪で警察に追われ、逃げる途中でプールへ転落。薄れゆく意識の中、見知らぬ女性からキスをされます。目を覚ましたボンファンがいたのは朝鮮時代の王宮だったのです。自分の体が明日に婚礼の儀式を控えているキム・ソヨンであることを知ったボンファンは、王で夫になる予定のチョルジョンに自分が男だと告白しますが、信じてもらえるはずがありません。一方ソヨンは夢である王妃になることが決まっているものの、重圧や期待、満たされぬ思いから池に身を投げてしまいます。そして時空を超えてやってきた男に体を乗っ取られてしまうのでした。チョルジョンはまさに操り人形状態の国王です。しかし実は有能で、民のことを一番に考えています。中身がボンファンのソヨンとどのように向き合っていくのかも注目ポイントです。フュージョンコメディ時代劇のチョルインワイフは最高視聴率 17.4% を記録したとても人気のドラマとなりました。2021年時代劇ドラマ部門視聴率ナンバーワンとなり、ケーブルテレビの視聴率としては考えられないほどの高視聴率なのです。今まで刺激ドラマに出ていなかった主人公2人の演技がいい、俳優陣の優れた演技力と演出が良かったなどの声があり、なんといっても中身は男、外見は王妃、ちぐはぐなシン・ヘソンさんの演技に圧倒されること間違いなしです。ミスターサンシャイン。次にご紹介するのは2018年に放送したミスターサンシャインです。ヌヒのもとに生まれた9歳のチェユジンは、両親が亡くなると雇い主から逃げるため命からがらアメリカの軍船に乗り込みます。そして30年後、アメリカで孤独と差別に苦しみながらユジンチョイと名乗り、米軍海兵隊の隊員となり、大統領のある命令で祖国朝鮮へ帰還することになりました。そのある命令とはアメリカ大使の暗殺だったのです。最高名門家の令嬢クエシンは両親を亡くして祖父に育てられてきました。射撃の名手として戦うエシンは、朝鮮の主権を取り戻すためにユジンと同じ目的を持っているのです。任務を遂行しようとした時、ユジンとエシンの2人は運命的に出会ったのです。激動の20世紀初頭の朝鮮半島を舞台に、幼い頃に国を追われアメリカで将校となった男性と、両親の意志を継ぎ国の未来に向けて戦う女性の愛と葛藤が描かれたラブストーリーです。ケーブルテレビ局としては初回から 8.85% と高視聴率を記録、最終回ともなると 18.1% を記録し、瞬間最高視聴率に関しては 20.0% にもなりました。朝鮮史において避けて通ることができない日本統治時代を再現し、主要キャストのほとんどが日本人と絡み日本語を話しています。戦闘シーンはダイナミックで、映画を見ているようなスケールに圧倒されます。恋のスケッチ応答せよ1988。次にご紹介するのは恋のスケッチ応答せよ1988です。おしゃれに興味を持つドンソンは、学校の成績は999番という高校2年生です。両親と姉、弟の5人家族です。近所に住む幼馴染で、サッカー好きのジョンファン、優等生のソヌ、裕福な家庭のドンリョン、
天才囲碁棋士のテクとは兄弟のように育ちました。ドクソンは、ソヌはいつもドクソンのことを見ていると友人に言われて以来、急に意識するようになってしまいます。しかし、ソヌが思いを寄せているのはドクソンの姉でした。ドクソンは失恋し、そんな姿を見ていたジョンファンはドクソンのことが気になるのでした。さらにテクもドクソンのことが好きだと宣言していたのです。そんなこととはつゆ知らず、ドクソンはテクの食事の世話で囲碁の中国遠征に同行することになって、王道世予選1997、王道世予選1994に続く3作目となった恋のスケッチ王道世予選1988は、タイプが異なる幼馴染とのロマンスを描いた作品で、最高視聴率は 18.8% を記録し、アジア各国でも大人気となりました。声を出して笑ったり、切なくて泣いたり、キュンキュンしたりと感情が豊かになるドラマです。トッケビ君がくれた愛しい日々。次にご紹介するのはトッケビ君がくれた愛しい日々です。チウンタクは幽霊が見える女子高生で、幼い頃に母を失い、意地悪なおばとその子供たちと暮らしています。キムシンは高麗時代の英雄で、若き王の嫉妬から逆賊として命を落としましたが、神の力で不滅の命を受けることになり、トッケビ朝鮮半島に伝わる精霊となりました。トッケビを永遠の命から解放できるのはトッケビの花嫁だけ。ある日ウンタクはトッケビと出会い、自らがトッケビの花嫁であることを知ったのです。しかしそれはトッケビがこの世から消えることを意味するのでした。キムシンはトッケビとなり、不滅の命を生き続けながら900年以上もの間、不滅の命から解放してくれる花嫁を探していました。終わりにしたいと願っていましたが、ウンタクに出会ったことで生きたいと思い始めてしまうのでした。最高視聴率が 20.5% を記録したトッケビ君がくれた愛しい日々は、ネットフリックスでも世界190カ国で配信されるほどの大人気ドラマとなりました。メインカップルはもちろん、死神とウンタクの雇い主サニーとの可愛らしい恋愛も人気です。愛の不時着。最後にご紹介するのは愛の不時着です。財閥令嬢で実業家のユンセリはパラグライダーの事故で北朝鮮に不時着してしまいます。動けなくなっているところを朝鮮人民軍軍人のリ・ジョンヒョクに発見されますが、北朝鮮に降り立ってしまったことに気づいたセリは慌てて逃亡してしまいます。しかし逃亡した先は韓国とは反対の北朝鮮軍の社宅村でした。保護司令部少佐チョ・チョルガンに見つかりそうになったところをジョンヒョクが助けて自宅にかくまいます。何としてでも韓国へ帰そうとしますが、次々と計画は失敗。一緒に暮らしていくうちにセリに対して徐々に恋愛感情を抱くようになるのです。しかしジョンヒョクにはソダンというデパート社長令嬢の婚約者がいたのでした。不時着した北朝鮮で恋に落ちるありえないようなストーリーですが、最高視聴率 21.7% を記録した愛の不時着は、日本に第4次韓流ブームを巻き起こしました。視聴率がトッケビ君がくれた愛しい日々を超えたとして注目されましたね。放送回数を重ねるごとに視聴率もアップしていき、最終回には第1話の 3.5 倍の視聴率となったことでも話題になりましたね。共演で交際したヒョンビンさんとソン・イェジンさんが2022年結婚したことでドラマも再注目されました。また第1子を出産予定であることも報じられています。まとめ、いかがでしたか？今回は DBN 高視聴率のドラマを5つご紹介しました。韓国ドラマファンの方はすでに見たことがある作品が多かったのではないでしょうか。近年では気軽に韓国ドラマを視聴できることが増えて、日本のメディアで特集されるほど身近なものとなりました。これを機にもう一度見返してみたりするのもいいかもしれませんね。